the journey on, we will see. Come with me, take the journey.あいつは来ないじゃろ、放っておけ。ああ、そうじゃった。ほれ、車掌からのちょっとしたボーナスじゃ。お前への投資だと思って受け取っておけ。みつきちゃんみたいに車内を走り回るんじゃないぞ。これから跳躍前の最後の準備を始める。
ーション。アイオン。SF 映画の世界にでも召喚されたの。私の体の中に性格とかいうわけのわからないもの。腰を捕まえてるの？うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時、それを列車のみんなに見られたんだよ。超気まずかったな。列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。姫子と妖おじちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かして、うちを助け出してくれたんだ。いや、全然。うちが誰なのかも、本当の名前も、どこから来たのかも全部きれいさっぱり忘れちゃった。美月なのかって名前もうちが目を覚ました日にちなんでつけただけだから、うちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。そんな顔しないでよ。星球列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あっ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。二人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな、パム。もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これを名の転び八起きという。なんちゃって。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。跳躍まであと5分じゃぞ。何か飲みたかったら終わってからにするんじゃ。だって喉が渇いたんだもん。あ、気にしないで。ちゃんと立ってられるか試してるだけだから。なぜって、ただの自己満足。暇になると余計なことを考えて頭の中がごちゃごちゃになるし。まあ、うちのことはいいからさ、あんたは早くどこかに座ってちゃんと捕まってて。私たちの次の目的地はとても小さな惑星よ。高度はヤリーロ6。最後に列車がその星に行ったのは何千年も前のことね。アーカイブの記録によると、緑に覆われた美しい星みたい。でも長い年月が過ぎ、もしかしたら何か大きな変化が起きてるかもしれないわ。跳躍を初めて経験する場合、奇妙な感覚に陥るだろう。だが時期になれるはずだ。跳躍の原理はやめておこう。もし興味があれば時間を見つけて詳しく説明しよう。座って待つんだ。
目も閉じておいた方がいい。そうするとめまいが軽減される。何千年も過ぎ、今のヤリイロシックスはこんな姿になってしまったのね。え？あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかないようね。空間パラメータ異常！正規の安定率が 12% まで下がっておる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。この世界が属する虚数の局所で何らかの問題が発生したみたい。列車の軌道が何かに塞がれたわ。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶えて、その先に底知れぬ深淵がある感じね。そういう時は緊急停止するしかないでしょ。強引に進めば取り返しのつかない結果になる。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。君の体内にある性格と同じ物質だ。性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全には解明できてない。でもあんたが心配する必要はないわ。性格に進路を塞がれたのは今回が初めてじゃないから。性格の本質の原理がわからなくても、その影響を消す方法はある。ただ一つ確信できるのは、性格の降臨は文明や生態系に劇的な変化をもたらすとともに、劣化と呼ばれる空間的な歪みを生む。ヤリイロシックスがこのような氷に覆われた星になったのも、おおよそ性格の影響だろう。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を断たないと開拓なんて話にならないわ。やっとうちらの本質に気づいた？結構かっこいいでしょ。今回の開拓の旅は、あんた、それから美月ちゃんと炭鉱に任せたいと思っているの。旅の目的ははっきりしてるわ。この世界に災いと空間の歪みをもたらした性格を見つけ、列車に持って帰ってきて。その後のことは私たちに任せてちょうだい。いいよ。また力を合わせる時が来たね。誰かが留守番してないとパムが寂しがるでしょ。それに私たちはさっきナルークに目をつけられたばかりだし、
反物質レギオンに狙われたら困るわ。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがってるのは知ってるけど、これでいいのなら炭鉱を見つけて話し合ってきたら。彼多分すでにヤリイロ6に関する生態と観測データを整理し始めてるでしょ。旅に出る前により多くの情報を得るのは決して悪いことじゃないわ。壊滅が宇宙に性格をばらまいて多くの世界が様変わりしてしまった。壊滅のナヌーグ、豊穣の薬師、終焉のテルミヌス。俺は多くのものを見てきたと自負しているが、アイオーンの行為は本当に理解しがたい。あんたたちの活躍のおかげで宇宙ステーションは危機を脱した。今列車を再び前進させる任務もあんたたちに任せるわ。忘れないで、探索、理解、構築、連携、この4つはどの世界でも行うことよ。それから美月ちゃんや炭鉱と仲良くしなさいね。雪と氷に覆われた星か。うちが欲しい答えはここで見つかるかな。ああ、ちょっと後ろから脅かさないでよ。どうしてまだここにいるの。早くタンクを探しに行こう。ワクワクするような冒険がうちらを待ってるよ。どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいやえずきは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリイロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが、ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリイロ6にある性格を見つけ出し、正規に対する妨げを取り除く。そうだな、わかった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。どう、炭鉱と話してきた。本当？なんか信じられないな。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。
まあ、考え始めるとキリがないんだけど。でも、うちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直、ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？俺の顔に何かついてるのか？今回どんな面白いことに三人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。人の真似しないで。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。大気庵競技場に穴を開けたこと自分の口で言うか、それとも俺が？その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら三人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層表がある。それから炭鉱は、なんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。それは保証できないかな。行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。騒ぎを起こした。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
和をもって尊しとなす。千の珍奇をもって鼓舞を。一心同期。ルールは破るためにある。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、異動天剣剣、超無一角。はっ、一気にはっ、始めようか。ただの雪の吹き溜まりだろう。見間違いじゃないのか。違うって。うちの視力をなめないで。近づいて確認してみよう。おい、隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。だあ、ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あー、でも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然。むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩公好きと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。あ、僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された。今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのはわかりますが、ここまでとぼけられるとは。わかりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。
知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。でも手短にね、シルバーメインに気づかれてしまいますから。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて一儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が効かない連中で、僕たちのような商人の敵です。本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、そのすべてに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで、皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで。嫌なら言わなくても結構。七つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス、ここは任せた、友よ。ちょっとあんた、争いに意味はない。始めようか。
騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年同天元気、勝務一角。ついてないね。即戦即決。私はジェパード・ランドゥー、シルバーメインの受衛官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。恐れることはない。はっ。千の珍奇を持って鼓舞を。一心同期。争いに意味はない。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。ソンゴの名のもとに。青髪の主犯は。申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない、仲間を捕らえた以上主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。ほんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じたうちがバカだった。私は受衛官で仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だがそれも喧騒者たちの目前で行うこと。今ではない。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。黙れ、そんなデタラメは。いや、そう軽率に判断するな。この者たちが装備している古代遺物、
これまでに発掘されたことのないものだ。博物館にも似たようなものは置かれていない。そうそう、写真もあるよ。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ俺たちが住む場所なのか。なんという。はるか昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ、ソンゴの都、ベロブルグへ。寒くなくなってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからな。最後の砦？はあ、700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、残るはベロブルグのみ。堅強な剣走者たちがこの町を築いた。ソンゴのクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか、じゃあなんでうちらにこんなこと話すんだろう。君に聞かれたからだ。街の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、劣界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、寒波以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら、君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。
の御用かしら。請願したいなら後ろに並びなさい。割り込まないで。あまり遠くへ行くと兵士たちに怪しまれる。やっぱりジェパードについて行こう。